はい、どうもこんにちは、ガルです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、こちらのエレナちゃんのね、 UR エレナちゃんの、ガチャ、まあ前回ねこれ引いた時はね、あの100連まあね、あの引かさせていただいたわけなんですけども、まあ何も出ないとまあ普通に爆死って結果で終わりましたけど、まああとね、そのピックアップすら、何も見れてない状態ですもうアメリアちゃんすら見れていないような状態でね、もうこの感じはね、もうさすがにね、もう天井臭いんですよね。もうね、だもんで、もう天井、覚悟でね、もうね突っ走りましょう。もうこれは、はい、もうね、この太ももが最高なんでね、これじゃない、ね、覚醒後ちょっとね小さくて見づらいんですけど、はい、もうねこれを拝みたいということでね、はい、行きましょう。110連目ですね。はい、110連目。さあ110連目はどうかなというところ。ちなみにね、エレナちゃんがもう出れば終わりですけど、そこで終わりたいと思うんですけど、まあ出ないでしょうこれはちょっとね、春日ちゃん以来かな、一番最後に聞いたのは、で、春日ちゃん以来の、天井になりますけど、もし天井まで行っちゃったら、ただね、演出は用意されてるんでね、はい、まあそこはいいかなっていう感じなんですけど、いやピックアップがまだ1枚もねちょっと見れてないんで、そこ見たいですけどね。はい、でアメリアちゃんもあと1突で貫突なんですけどね、まあ別にひまわりを取る予定とかも、まあ、一切ないんで、まあいいんですけど。さあ本庄さんは SSR、出ましたけどね。はい、竹富ちゃんで終わり。はい、ではね、110連目は、何もなしですね。はい、では120連目いきましょう。120連目、太もも狙って120連目。もうね、性能とかも関係ないんですよね、もう狙いがだって狙ったところで、だってこれあれですもん、試合とかのそれ使いませんからね、僕うちではやっぱりね、ヒイラギちゃん持ってないっていうのがでかいっすよね。まあね、お尻ヒイラギちゃんとかもつけられるんですけど、やっぱりね、その先発寄りなんでね、先発寄りなんでね、じゃない、投手寄りのね、新カードなんでね、まあなかなかね、ちょっとね、ちょっとお尻ヒイラギちゃんすらもちょっとつけがたいなっていうところなんですよ。おー、アメリアちゃん、やっとピックアップが来ましたね。ちょっと一瞬びっくりするんですけどね、これね。はい。まあこれで貫突ですね。はい。ちょっと交換しましたんで、変換コインがね、まあ手に入るっていうことなので。まあここでようやくね、ピックアップですね。120連目で。お、来たー！シノクモちゃんじゃん！さあガッツポーズ。ただいすもなんと同点に落ち込む。これ何？これ何？あ、来たー！ガッツポーズ！シノクモちゃん！持ってないやつ！やーっと来たー！やっ本当にやっと来た。もう何が目的か分かんないっていうぐらいの感じですけど、いやありがとうございます。はい、初ゲットです。これね、ひまわり持ちなんですよね。はい、ありがとうございます。さあさあさあ、120連目ピックアッププラス、ガッツポーズしのくもちゃんが、来ましたね。ありがとうございます。はい、もうね、あとエレーナちゃんがね、道中で来てくれれば、まあ完璧なんですけど、まあなかなかきついでしょう。はい、じゃあもうね、このノリで、もうね、エレーナちゃん来ようか。多分来ないけど。はい、もうね、カンさん、もう、久々の爆死の感じで終わりそうですけどね。はい、夕方止まり。エレーナちゃんのシルエットはね、ちょっと見れそうにないですけどね、ちょっとね、いい流れが来てるんで、ちょっとね、来てもらいたいところですけど、まあ、しのくもちゃんの、その、初ゲットのしのくもちゃんの運に持ってかれてる感じはありますけどね。おまけに前回のココちゃんのね、まあ、引き取り。まあ、ココちゃん、そういえば前回も出たんですよね、SSR を、と言ってたココちゃん。なんかまた来そうな気配はありますけどね。はい、で、つくもパイセンですね。はい、で、委員長。で、いろはちゃんで、終わりというところ。はい。130連目は何もなしというような感じ。では、140連目いきましょう。さあ、道中で出る気配が全くないな。まあね、10連で当たっちゃったのが良くないね。
まあいいんですけどね、後悔はしてない、それはそれで。まあ10年からの今度天井っていうね流れとしてはね、まあね、あのしょうがないっちゃしょうがない。さあ坂上ちゃんで、長谷ちゃんで、泉田ちゃんで、ココちゃん、ココちゃんが結構出てくれます。はい、そういえばね、エレナちゃんのね、あのクリスマスっていうか、そのクリスマスのエレナちゃんもね、あれ確かめっちゃ引いた記憶があるんですよね。うん、まああれは、あれなんかエレナちゃんの運はね、あんまり良くないかもしれませんね。はい、という感じでそんなこと言ってて、140連目は終わって何も出ず。はい、ではね、150連目です。あー、これは天井コースだな。うん、さあ、農園室ですね。初回農園室で、変わりはしませんね。はい、さあね、うん、見たことない、いつも見るようなシルエットばっかりですけど、はい、塚原ちゃん、まあね、篠雲ちゃんがね、当たったんでね、まあ、全然いいですよ。はい、まあね、いかにもエレナちゃんが当たったかのようなあの騒ぎ方でしたけどね。はい、で小麦ちゃんで、倉敷ちゃん、おお SSR、 さあ何かな、笠舞子さんだったら欲しいな。気にすることじゃない、これ何、あーはいはいはい、これね、これは何凸ぐらいしてんだ、ちょっとわかんないですけど、まあ何凸かしてますさすがにね、新カードが多いとね、凸もね、把握しきれなくなってきてるんで。はい、で花山ちゃん、さあ農園室で、倉敷ちゃんが来ましたね。はい、まあ投手の方はね、先発投手ですけど。はい、ではこれで160連目ですね。うん、そういえば倉敷ちゃんもなんか160連目ぐらいで射抜いた記憶がありますね、 UR のね。うん、さあ農園室、うん、先ほども農園室、農園室、さあここは、また倉敷ちゃん、さあ倉敷ちゃん、倉敷ちゃん、うん、倉敷ちゃんが、続きます。さあ、たゆたゆで、つくもパイセンで、本庄さん、うん、本庄さんで、倉敷ちゃん、倉敷ちゃんめっちゃ出るな、ここに来て。さあ SSR が出た、しのくもちゃんは R。 いやー、やっと来たよね、ガッツポーズしのくもちゃんね。うん、あれはね、初ゲットなんで最高でしょう。いつかね、そのなんか出る気配がしなかったんですよね。はい、で160終わって、続いて170連目、しのくもちゃんね、出なかったんですよね今までね、本当に。いやー、で、しのぐもちゃんね、ブルーレイのね、特典、DVD、ブルーレイの、特典の、特典限定のしのぐもちゃんは、その、持ってないんですよね。まあ、あれを除けば、もうね、全部ゲットっていう、まあ、コンプしたっていう形には、まあ、なるんですけどね。はい。で、葵ちゃん。はい。で、ひいらぎちゃん。で、天草ちゃん。で、あかねちゃん。で、泉田ちゃん、ヒイラギちゃん、ヒイラギちゃん、このタイミングでね、その中継ぎのヒイラギちゃんくれ、来てくれたらね、だいぶ神がかってる感じではありますけど。はい、で小麦ちゃんで終わり。さあ170連目も出ずです、何も出ません。はい、では、180連目、天井が刻々と、近づいてきております。っていうところで夕方スタート。はい、もうここで出ようと出なくても一緒ですね。もうおーほーよ、はい、夜、180連目で夜です。でもこの流れがね、あんまよろしくないので、まあ、すり抜け臭いですよね。はい、でつくもパイセン、それかアメリアちゃん、アメリアちゃん臭いな。アメリアちゃん出ちゃうとね、ちょっとね、おー来たー、やっと来たー、やっと来たー、よし、180、ほぼ天井ほぼほぼ天井ですよ、やっと来たなー、もういやー、長いね。やっぱ久々に、まあ、ギリ天井かわしましたけど、うん、ほぼギリギリ天井かわしましたけど、長い。出会うまでが長い。はい、でも、ありがとうございます。でも、使えません。ヒイラギちゃんがね、持ってないですから。はい。あとはもうね、なんだっていいですよ。はい、で、塚原ちゃん。で、泉田ちゃん。で、院長。塚原ちゃん。はい、で、終わり。はい、という感じで出ましたね。ちょっとね、強化しましょう。はい、強化できないじゃんちょっと待って、ちょっとね、太ももを拝みたいよね。はい、太ももを拝んで終わりたいところ。
ではある。はい、投手カード、はい、ありました、ありました。で、ポテンシャルと、ポテンシャルと、レベルアップ。ポテンシャルは、ちょっととりあえず A ぐらいで止めておいて、で、レベルアップもしてって感じで。あ、これ、同時に使えないんだ。めんどくさいな。はい。まあいいでしょう。とりあえずそれで一応レベルアップも100レベルにして、で覚醒も素材もね、すでに持ってますんでいいでしょう。さあ行きます。太もも見せてください、僕に。紙ショット見せていただきますよ。さあここは飛ばします。あ、ここはねまだあれなんで、はいはいはい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、見してくださいよ。見してくださいよ。その美脚を。やば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 いっすね、これ。このお尻のさ、このラインピッチリしてる。こんなピッチリ。やっぱりね、そのユニフォームのその下がね、ちょっとピッチリしてるなっていう感覚はあったんですけど、これね、UR になって、横から見るとね、もう余計にピッチリしてて、しかもこれ雨降ってるのかな？雨降ってて、これなんか濡れてる、あ、すいません。濡れてるんですよね、これね。いやー、濡れてるっていうのもあって、エロいし、なんかやばいですね、これ。いやもう完全に鑑賞用 でしかないですけど、僕 の所持状況的に鑑賞用になっちゃうんですけど、もう最高ですねこれ。いやありがとうございます。ちょっとほぼほぼ天井引いちゃになっちゃいましたけど、はい、ありがとうございます。はい、まあね、ちょっとね、久々にねちょっとね、爆死からの、引けましたけど、うん、爆死からの引けましたけど、はい、まあ無事ね、引けてよかったです、道中。はい。もう、とりあえず助かったって感じです。はい。それでは、今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。